デッドバイデイライトやっていくよ。最近暑いけどどうよ。暑いのは好きだけど東京の暑さは嫌いだよ。ておい、個人情報話していくんだ。大丈夫なの？まあ私の動画なんて誰も見てないしね。大丈夫でしょ。まあいいなら、いいんだけどね。もう会社に出勤するたびに汗だくで働く前から疲れちゃうよね。雑談している間に目の前をキラーが通ったぜ。パークも反応しているしね、気をつけないとね。無駄なポイント稼ぎしてないでさっさと発電機動かしなさいよ。そうなんだけど今月お金なくてね、ちょっとでも稼ごうと思って。ほら心音が近づいてきてるよ。てかざっくり結婚したね。いきなり芸能ネタですか？急にどうしたのよ。いやーそれがね、相手が小泉進次郎じゃない？将来の首相候補なんて言われてる彼なわけよ。あーあれだよね、お父さん郵便局をぶっ壊しちゃった人だよね。放送爆弾ぶん投げて見事完全破壊しちゃった人。なんかテロっぽく聞こえるからやめときなさいよ。でもね、あの時の彼の勢いはすごかったわ。歴代の総理の中でも人気高い方だったじゃない？で話ずれているけど、そんな首相候補のおっさんになるということは将来は日本のファーストレディーになるのかなんて考えてね。ちょっといろいろと思ったことがあったのね。で全然デドバイも実況してないけど大丈夫？まあ見てないからいいんじゃない？今日はやけにそのことを話してくるわね。だって動画長いじゃない？でもそんな上手くないから旬の話題でも振っておこうかと思って。要は時間つぶしね。今回まあまあ調子がいいんじゃない？まだ仲間やられていないからね。このままじっくりと進めていくよ。今回のキラーはクレイグさんだよ。性別女性、出身バビロニアメジロ、レッドフォレスト、武器、音楽の能力プロスの方だ。で、具体的にどんな攻撃してくるの？ゲロ吐いて攻撃してくるよ。ゲロってすごい攻撃だね。そんでそれを食らうと感染しちゃって咳とか嘔吐するようになって位置がバレやすくなっちゃうよ。レベルもあって感染が進行してレベル2になるとサバイバーの視界が狭くなっちゃうよ。またゲロ吐いた場所を一定時間感染源にできるから、発電機なんかにかけてそこを修理するとサバイバーはゲロを食らった状態になっちゃうの。そんでそのゲロを食らった状態はダメージを食らっている状態と同じになっちゃうから、一撃食らっただけで瀕死になるから、追いかけられながらゲロかけられて追いつかれて一発ってパターンがあるからね。ゲロかけられて殺されるって悲惨だね。でも今回はまだキラーさん慣れてないのか、みんなあんまり食らってないね。順調に発電機も回せているしね。仲間やられちゃったよ。そこはマリサさんに任せときな。そんなこと言ってないで、いつもみんなに迷惑かけているんだからちゃんと助けてあげなさいよ。問題は助けられるかよ。さっさと違う獲物探してくれているといいんだけどね。でも今パークが反応したから近くにプレちゃんいるみたいね。絶対に殺すマンかしら。動く気配ないかも。これ無理っぽいね。やっと捕まえた一人だから絶対に殺すっぽいわね。他の仲間も来たけど地下に立てこもっているから厳しいわ。こうなったら至近距離で発電機回してやるわ。暴殺もさせてやるわ。それでも絶対殺すマンは絶対殺すマンみたいね。な
でも煽ってやるわ。もう無理みたいだから逃げる。絶対殺す前に最初捕まった人は大変よね。でもすぐに諦めて死なれてもみんなが大変になるから、できるだけ吊るされている時間を伸ばさなきゃいけないけど、もう助かる見込みもないものね。あと一個だから早くつけていくよ。でも後ろから来てるみたいだから気をつけないと。反応しているわよ。ゆっくりじっくり逃げていくわよ。どう思わせてモンキーターンかましてやったわ。とりあえず赤い子だから早くつけてね。またやってみよ。私もこんなミスをしたくはないんだけどね。仲間がダメージ食らっているよ。今がチャンスだから早く発電機をつけるのよ。他の発電機の場所がわからないわ。って仲間がつけてくれたね。あんた最後くらいは扉開けてチームに貢献しなさいよね。はい、そのくらいは頑張らせていただきます。最後のここが怖いのよね。ここで見つかったらほとんど逃げられないのよ。だからキラーが行く扉と逆を毎回行くように心がけているんだけどね。仲間がダメージ食らっているからこっちには来ないみたいね。もう一つの方に行くよ。あんた前回それで最後死んだから気をつけなさいよ。わかっているよ。今回は安全第一で逃げるから大丈夫だよ。お仲間さんやられたね。でも絶対殺すマンだから今回も厳しいと思うよ。でもやれるだけは頑張るよ。パークの猫ちゃんが反応しているね。これは厳しいよ。でも逃げ出せたみたいだね。これでみんな助かるかな。ポイント稼ぎやめー。最後だからちょっとでもね。それじゃあ脱出するね。
れ様でした。今回は助かってよかったね。もうちょっと上手くなるからこれからもみんな見てね。マリサもうちょっとじゃなくてだいぶ上手くならないと、みんな見ないよ。それでは。ご視聴ありがとうございました。